焼酎作りをこの場所で始めたっていう、まあ、とても思い入れのある場所だったっていうのが一番大きいんですけど、信州でもウイスキー作りをやってて新たなもう一歩を踏み出そうってなった時に、やっぱこのつぬきっていう場所がですね、まあ、ものすごく水も良くてですね、大量に水が出るいい水どころで、で環境もとてもなんかスコットランド の田舎感があって、なんかウイスキーにすごく向いているのではなかろうかっていうのがあって、この場所を選んだのではないだろうかと思っております。ウイスキーは僕は目指すものじゃないっていうのがすごく強くあって、自分の中に好みはたくさんあって、こういうウイスキー好きだし、なんかこんなのできたらいいなっていうのも思うこともあるんですけど、実際やっぱりこのつぬきっていう場所でウイスキーを作ってみて、熟成工程を自分でチェックしていって、何がこのつぬきの地に向いているんだろうっていうのをずっと試行錯誤していって、でその中で最終的になんかつぬきらしさも持ちつつ、なんだか美味しいんじゃないっていうウイスキーができるのが僕の中のなんか一番理想なのかなって思ってて、まあ、でそれを僕の代でその完成できるかどうかっていうのは多分できないと思うので、僕以降のまあ次世代、その次の世代がなんか最終的に最高のつぬきのウイスキーを作り上げてくれるんじゃないかなと。